はい、始まりました。YouTube、明けましておめでとうございます。今回はですね、年一ということで、ザラがすごい安くなってたんですよね。すごいものでは 50% オフぐらいしてんのかな。そういうタグもあったんで、はい、今回紹介したいなと思います。それぞれ好みがあると思うんですけど、まず1点目。じゃん。ちょっとバラとドクロとヘビの柄ですかね。なんかちょっとグッチでありそうな。ね、これはね、値段、もう札取っちゃったんですけど、どれぐらいやったかな、4000円ぐらいとか、1990円ぐらいの値段に、はい、なってますね。それと、この、柄シャツですね。ちょっとね、生地もね、すごい薄いんで、まあ、夏とかも着れるかなと。これですね。すごい柄ですけど。続いては、ちょっとね、迷彩柄と、この、最近流行りのラインが入ったパンツですね。これは、こうですね。4990円が2990円になってますね。次が、またね、ラインのやつ。こんな感じですね。これは、値札が、どこだ？これもね、先ほどのパンツよりかは若干高いですね。これもともとは5990円だったものが、3290円になってますね。はい。すごいほわほわしてて、肌触りもいいんでおすすめです。こっちも売ってたんですけど、だいたい3990円かな。まあどうか忘れたんですけど、こういう白と、このラインがね、白と、黄色と、赤がありましたね。こちらの柄シャツ、なかなか着る機会がなくて、すごいストックが残ってたという、値段が、もともとの値段がどうなんだ？まあでも、2990円なんで、もしかしたらちょっと値札差がなんか隠れてますけど、本当の。多分ね、6000円ぐらい、6000円以上あったのかなと思います。続いて、こちらも、あれですね。柄シャツも先ほどの値段と同じで2990円。あ、これでもこれ、ちゃんと値札ついてる名前の。これ、見えますかね？ちょっと明るすぎて、5990円。だからさっきのやつも5990円だったのかもしれないですね。はい。なかなか着る機会ないんで、僕みたいに柄シャツが似合う人だけなのかな。僕もこれ慣れるまでかなり時間かかったんで、はい。どんどんみんな買ってきてください。で、最後に、ちょっと、靴がボロボロなんで、僕の靴もねボロボロなんで、ちょっと靴もね買いました。さあ、どんな靴かというと、こんな靴です。はい、ちょっとね、最近流行りな感じのモデルというか形状なのかな。これがもともとが、7990円が7990円が、なんだ、見えない。3990円になってます。結構生地もちゃんとしてて、この、なんか、ソールなのかな？ソールの部分も安っぽくなくて、いい感じですね。はい。こんな感じで。はい。今回は、新年のセールのザラをお届けしました。多分ね、なんか10日ぐらいまでやってんじゃないかって噂あるんですけど、多分、早く行った方がいいですね。なんか、物とかもその日その日によって若干なんか違ってたりするんで、はい。ぜひね、お近くのザラの方に行ってみてください。はい。というわけで、皆さん、またのご視聴をお願いします。失礼します。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。